ゆく春や鳥なき魚の目は涙。元禄2年1689年3月、松尾芭蕉が奥の細道に旅立つ際に詠んだ八立はじめの句です。奥の細道八立はじめの地子ども俳句相撲大会は、南千住が奥の細道八立はじめの地であることを広めるとともに、子どもたちに日本の伝統文化である俳句の素晴らしさを伝え、豊かな感性と表現力を育むことを目的に開催されています。毎年予選を勝ち抜いたチームによる千秋楽を開催し、東西に分かれて俳句の出来栄えとパフォーマンスを競い、俳句横綱を決めてきました。しかし前回大会、そして今回の大会ともに新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、例年とは違う形で開催されました。前回の千秋楽には予選を通過した13チームに、奥の細道結びの地である岐阜県大垣市から推薦された3チームを加えた計16チームが参加する予定でした。しかし新型コロナウイルスの感染拡大防止のためやむなく中止とし、その代わりに子どもたちが大会で読む予定だった俳句と俳句を書いた模造紙を区のホームページでご紹介しました。今年度も会場での千秋楽は中止し、代わりに子どもたちが決勝の句を書いた模造紙による審査を行いました。そしてこの模造紙を作品集にするとともに、上位の入賞チームは安全に配慮しながらパフォーマンスなどの動画撮影を行い、後日配信することにしました。そこで今回の特集は、書類審査によって選ばれた上位入賞作品とパフォーマンス動画の撮影に臨んだ荒川区の2チームをご紹介します。大会は2人1組で1チームを作り、1人1句の俳句を作成します。荒川区は応募のあった55チームの中から13チームが、大垣市は推薦の1チームが決勝に進みました。予選を勝ち進んだ14チームによる決勝は、模造紙に書いた俳句作品を審判員の点数の合計で判定。横綱、東の大関、西の大関、関脇、小結、殊勲賞、敢闘賞、技能賞などを決定しました。決勝の兼題は燕、春の山です。それでは今大会の入賞チームをご紹介します。まずは技能賞です。チョコチップの作品、春の山、努力実ってまた一歩。春の山、ゼンマイ取りに無我夢中。敢闘賞です。桜吹雪の作品、春の山、お花のパーティー楽しいな。春の山、花のクローゼット素敵だな。同じく敢闘賞です。虹の作品、軒先のツバメの巣見て春思う。つないでく命のバトン子ツバメよ。殊勲賞です。朝花チームの作品、春の山、白髪が消えた嬉しいな。海がなぎ、青の鏡に白と黒。
小結びです。星の子2の作品、また来たね、会いたかったよ、ツバメさん。ツバメの子、身を翻し大空へ。それではここからベスト4の発表です。第4位、関脇です。舞い降りてきらりと輝く花々よの作品、コンビニに作り始めるツバメたち。美しく桃色染まる春の山。第3位、西の大関です。 YK の作品、ツバメ来て新たな自分と巡り合う。太陽の光で照らす春の山。準優勝、東の大関です。渡辺姉妹の作品、青空を自由自在のツバメたち。ピロティの天井ツバメの予約席。そして優勝、横綱です。静里山の作品、城下町、見下ろしているツバメの子。プルプルと空気揺らしてツバメの子。以上、上位9チームの紹介でした。そして今大会は千秋楽の代わりに上位入賞チームによるパフォーマンス動画の撮影が行われました。撮影に臨んだのは準優勝の渡辺姉妹と3位の YK です。新たな自分と巡り合う。めっちゃ緊張しています。 YouTube とか前回の見て、練習したりしました。あんまり緊張してないんですけど、なんかこういうなんか取材とかは初めてなんで、うまくできたらなと思います。西の大関 YK は小宮第六小学校の同級生チームです。この日のために互いにパフォーマンスを見せ合いながら練習を積んできました。ツバメ来て新たな自分と巡り合う。ツバメ来て新たな自分と巡り合う。太陽の光で照らす春の山。太陽の光で照らす春の山。保護者も子どもたちのパフォーマンスを見守ります。意外と度胸があるんだなと思ってちょっと驚いています。はい、嬉しいですね。こういう機会を与えてもらって、なんかね、ますます創作意欲が湧いて、なんかこう俳句作ると一生懸命言葉を調べてくれるの で、なんかこう俳句 の創作を通していろんな言葉を知ることができてるので、それはすごいいいなとは思ってます。無事に撮影を終えた2人に今回の俳句に込めた思いを聞きました。太陽の光で照らす春の山、桜の木でピンク色に染まった山を、太陽がとか夕日が光で照らして、なんか光ったような山になるっていうのを想像して書きました。
次の時も同じような感じの気持ちで書けたらいいなと思います。ツバメ来て新たな自分と巡り合う。ツバメがやってくるのは春なので、春はいろいろな出会い、卒業とか入学とかいろいろな出会いがあるので、それを表現しました。親戚に見てもらいたいです。元気でやってるよみたいな感じで思ってもらいたいです。こちらは準優勝の渡辺姉妹です。初めて姉妹で出場した平成30年度の大会では敢闘賞を受賞。前回大会は新型コロナウイルスの感染拡大防止のためやむなく中止となりましたが、3回目の出場となった今大会で荒川区からの出場チームでは1位となる東の大関を受賞しました。すごく嬉しかったし、頑張ってよかったなっていうのを思いました。びっくりしたけど嬉しかったです。2人はお母さんと一緒に考えたという手作りのツバメのイラストを使ったパフォーマンスを披露しました。ピロティの天井ツバメの予約席、ピロティの天井ツバメの予約席。ツバメっていう記号を聞いて、ツバメが青空に羽ばたく情景を想像して、青空を飛んでるから、あ、じゃあこうしようっていうので作りました。自由自在っていうところをただ飛んでるっていうのじゃなくって、自由自在っていう風に表したところですか。声を大きくゆっくり話すっていうところを頑張ろうって思いました。やっぱり緊張した。もうちょっとゆっくり話せばよかったかなって思いました。今回3回目の、決勝大会で、まさか準優勝と思ってなかったので嬉しく思っております。緊張してましたけど準備も頑張ったので来られてよかったと思います。はい、今大会の審判長を務めた俳人の対馬靖子さんです。大会を振り返っていただきました。コロナ禍が長く続いていて、子どもたちも本当に大変な1年だったと思うんですけれども、その中で、たくさんの句をまた投句があり、それがとても嬉しかったです。この大会は土俵に上がってみんなのパフォーマンスと一緒に句を判断するっていうのが大きな特徴なので、今回は俳句だけで判断しなければ、あと模造紙の写真だけで判断ということで、とても難しかったですね。やはりその当日でなければできないパフォーマンスっていうのがあって、それが俳句の即興性といいますか、その場限りの俳句の良さっていうのを引き出す力があったので、そこがちょっと残念だなと思いました。でもいい句がたくさんあったと思いました。また来年ね、土俵の中で、やることを期待していますけれども、今まで知らなかったような言葉をね探してきたりとか、日々ねこんな言葉知らなかったなみたいなのをね見つけていってくれたらいいなと思いました。最後は参加者を代表して渡辺姉妹と対馬さんが須佐能神社を訪問。松尾芭蕉の奥州への旅立ちを記念して建てられた松尾芭蕉の碑に決勝戦で読んだ句を報告しました。俳句相撲大会は決勝に残るとチームごとで戦いができるので、すごいそこは面白いし、どうなるか気になるから、そこは面白いと思うし、俳句もすぐ小さい分で
短くても言葉でいろんな状況を表せるからすごい面白いと思います。やっぱり挑戦してみたいなって思います。それでは最後に俳句横綱に輝いた岐阜県大垣市を加えた上位3チームのパフォーマンスをご覧ください。プルプルと空気揺らしてツバメの子、プルプルと空気揺らしてツバメの子。城下町見下ろしているツバメの子、城下町見下ろしているツバメの子。青空を自由自在のツバメたち、青空を自由自在のツバメたち。ピラティの天井ツバメの予約席、ピラティの天井ツバメの予約席。太陽の光で照らす春の山、太陽の光で照らす春の山。ツバメ来て新たな自分と巡り合う、ツバメ来て新たな自分と巡り合う。配信動画は荒川区ホームページから見ることができます。ぜひご覧ください。